仕事帰りによく寄っていくパン屋がある。そこでの出来事です。僕はいつものようにカレーパンとクロワッサンをプレートに乗せレジに向かいました。お願いします。はい、どうもありがとうございます。あ、すいません、あとポイントカードなんですけど、ちょっと今日溜まったのでこれお願いします。お、ありがとうございます。たまりましたね。この店ではスタンプがいっぱいになるとシュークリームを一つサービスしてくれるのでした。しかしあることに気づきました。え、ポイントカード裏面もあったんだ。あ、すいません。恥ずかしいことにまだ溜まっていないスタンプカードを堂々と渡してしまいました。不安げに待っていたその時でした。お客様お待たせしました。では本日ですね、ポイントカード10倍キャンペーンやってましたんで、ちょうど溜まってましたよ。10倍キャンペーンなんて聞いたことがなかった。いやいやいや、太っ腹な店員さんのおかげで美味しいシュークリームが食べられました。今度は裏面もしっかり食べますね。